ャオー、あっちゃんです。今日のおやつはカルビーの、たくみ味片揚げポテト、たくみ味、伊勢海老香ばし醤油味です、はい。噛めばまだ、止まらないです、はい。噛めば噛むほどうまい片揚げポテト、たくみ味片揚げポテト、たくみ味シリーズ、素材味にこだわったちょっと贅沢な味わいの片揚げポテトです。伊勢海老の香ばし醤油味、香ばしくて濃厚な味わい伊勢海老を醤油で香ばしく焼き上げた贅沢な味わいが楽しめる片揚げポテトです。片揚げポテトはね、硬さが特徴で、口の中を痛めないように少しずつよく噛んで召し上がりくださいっていつものように書いてますね、はい。で、原材料は粉末醤油とかエビエキスパウダーとかね、いろいろ書いてますけども、伊勢海老パウダーって書いてますね。ちゃんと伊勢海老が入ってるよって書いてますね、はい。で本製品は卵、カニを含む製品と共通の設備で製造しています。本製品、本品で使用している伊勢海老パウダーの伊勢海老はカニが混ざる両方で採取していますって書いてます、はい。エビの人、エビの人ちゃんはエビアレルギーの人とかカニアレルギーの人、卵アレルギーの人は気をつけてねっていうことですね、はい、はい。っていうね、あっちゃんはエビアレルギーなんですけども、食べてみたいと思います、はい。前にね、なんかね、何やったっけ、なんとかエビ、忘れた、手長エビやったっけ、なんかのポテトチップス食べたらね、痒くなっちゃったんだけどね。あ、香ばしい、あ、なんかエビのね、エビの殻の香ばしい香りがしてます。うん、美味しそう。エビね、アレルギーなんやけどね、食べるのは、確かに味は好きなんでね。はい。ということでね、ちょっと食べてみたいと思います。あ、うまいんやね。ポテトチップスをアップで。はい、わかんないね、なんかね、なんかいろいろ粉がかかってる感じで、なんていうのかな、ちょっと焦げ目があるような香ばしく焼き上げられてるのかな感じですね、はい。では食べてみたいと思います。美味しい、ね、すごい上品な味ですね。焦げのついた茶色いの食べてみたいと思います。ほんのりね、エビの味がして、なんていうのかな、エビの里かな、なんかエビセンの里かな、なんかどこやったか忘れた、どこやったかな、知多半島やったかな、淡路島やったかな、どっかにね、なんかエビのおせんべいを焼いて工場でとか直販やってるお店あるんやけどもね、そこのエビせんがすごい好きで、あれね、アレルギーやねんけど全然大丈夫なんですね、はい。ね、そのエビせんに近いエビの風味がしますね、はい。2つが1塊になったみたいな、大きいのが食べてみました。うん、醤油が結構効いてて、うん、美味しいです、はい。で、今のところ痒くならないです、はい。美味しいですね、はい。ちょっとやっぱりね、大人の味わいですね、上品な、なんていうのかな、子供が食べるポテトチップスとかより上品で、大人のおつまみとか、年配の方のおやつとかにも全然大丈夫そうです、はい。ばあちゃんとかが好きそうな感じの味です、はい。なんか止まんなくなってきましたね、はい。じゃあ今日の、おやつ、片揚げポテト、たくみ味、伊勢海老の香ばし醤油味、めっちゃ美味しいでした。で、エビアレルギーのあっちゃん大丈夫でした、はい。美味しいですね。あっちゃん結構ね、エビ
フライは食べられるんです。で、エビのエビフライの尻尾が好きなんですね。で、焼きエビは食べられないけども、焼きエビをカリッと焼いてちょっとカリカリカリになった皮が好きです。あれは食べられます。はい、多分エビの殻が入ってるのかな。うん、美味しいですね。はい、今日のおやつ採点ですけども、今日の堅揚げポテト伊勢エビ味は78点です。はい、結構ね高得点やけどもね、マイナスねそんなないねんけどもね。うん、他の美味しいポテトチップスから比べ、美味しいっていうかね、その高得点なポテトチップスから比べるとちょっとね、濃厚さがないから物足りない。はい、ということです。今日のおやつタイムはこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバーイ。